った難しかった。え、そうなので、で言ったらお店リゼさんにはお店を呼びしてもらえることになった。なんか嬉しい。なんかさん呼び、ちゃん呼び、くん呼びとかじゃなくてさ、呼び捨てされるのバカ嬉しくてめっちゃ良かった。すごい幸せ。いやいや、そうそうそう、なんか名字呼び捨てって結構少ない人数だった気がするから、みさん嬉しいよ。うるさいじゃない嬉しいからいいのだ。そうなのでね、あのいっぱいお話なんかできたわけではないんだけど、なんか密が高かったあのわずかな時間。おい、ポンとね、ポポンとポンポンとポンポンポン、すまんな、俺はナイドラゴン誇りに思ってるんだでもなんかさ、なんかお店のことをさ、お店呼びするないけど、もうポンポポのことをさ、ポントって呼ぶのなんか違う。あ、でもポントって呼ぶのかな。なんか結構さ、ポポのことさ呼び捨てする人そんなにいない気がするんだ。名字呼び捨てってやっぱ珍しいのかな。ねえ呼び、ねえ違うの、ねえ海瀬さ、 2年目の目標ねえ呼びなんだけど、え、どう、ねえって呼びたいんだけど、ねえねえねえポンと助かる、いやいやいや、ねえって呼びたいんだけど。分かった、海瀬リスナーと海瀬はねえって呼ぶか。おい草だけ、炭芝米やめろねねねいい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 ねねいいねいいいてねねいい、今度こそさご飯行こうよこの間ご飯行けなかったからさ、ねえいい、2人でご飯行く、3人でご飯行く、でも2人とも行きたいよね、ねえいい、ねえいい、ねえいい、キモい、あ、ね、ポントさんからディスコード来てたわ、キモいかもポントさんからねえ呼びしてたあたりに関して連絡来てますけど、キモいかもキモくない、ねえいい、ねえいい、ねえいい、見てる？ねえいい、ねえいい、分かった、じゃあ今ツイッターでねえいいってつぶやくわ、お店つぶやいといたねえいい、あねえねえ、泣いてる絵文字連投された、9個も連投されたんだけど。いやでもね、分かってる、お店、あのね、こう言いながらね、ポンとさお店のことが好きなんだよポンとさ、良くないです。ねえ、そんなの見せないで。やだよ、見せやだやだやだね。それ見せていい？ちょっと見せよう。ね、ポントさんから送られてきた画像見せていい？送られてきた。やだよ、ポポ。ポポ。いやいや。いやいや。いや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 ねえ、みんなのせいだよ、ポポがブロックしようとしてんの。まあいいや、海さんはこれからネイって呼ぶわ。え、待って、ネイ、ネイちゃんがいいかな。え、ポポがヨツハピ呼びしたら、海さん、ヨツハ呼びしたら、それは海さんプリプリしちゃうわおわわわわわってなるわ。いや、分かった、じゃあ基本的に姉ちゃん呼びにして、基本は姉ちゃんって呼んで、時々姉って呼ぶわ。そうするわ。じゃあポポとの中こうやって捕まえていくわ。よろしく、応援よろしくお願いします。いや、ポポとはいつか結婚しますよ、お店、そりゃ。いや、いいのよ、そんな話はいいの、お店、違うのよ。なんでそんなポポの話でこんな大盛り上がり